ご教化に楽しみや今の心が菩薩ならば未来は仏疑いもなし楽しみや今の心が菩薩ならば未来は仏疑いもなし仏流街道日蓮聖人お示しのご教化でございます。私たちは行く末が分からなければ不安でならないはずです。しかしありがたいことにご信心のおかげで菩薩行という尊い修行ができそのおかげで未来成仏という希望ある生き方ができるわけでございます。ですから最後臨終の時まで立派にご奉公させていただくことを楽しみにこの悩みの多い世の中にあって大しく生きることが大事とお示しくだされておりますご教化でございます。再拝させていただきますと楽しみや今の心が菩薩ならば未来は仏疑いもなし。教主釈尊はこのシャバ世界にお出ましになって私たちに自分のことのみに執着することから抜け出して人を救う人を敬うということ人への思いやり人のためになるという菩薩行をせよとお教えくだされているわけでございます。そうすることが良い種まきとなって未来には必ず良い報いを受けるという因果の道理をお示しくだされたわけでございます。ところでこの因果の道理ということは物事に必ず結果が出ればその原因があるわけでございます。ところがどうでしょうか。雨が降れば大地が蒸れる風が吹けば枯れ葉が散るこういった自然現象よく勉強すれば成績も上がるという人間社会のことまたことわざにはまかぬ種は生えぬと言いますように因果の道理は犯すことのできない鉄則でございます。私たちの行いを支配しているようなものでございましてですからどなたにでも自分の一挙一動一言一行に対して深い反省と責任を感じずにはおられないわけでございます。しかし仏様はこの因果の道理が過去、現代、そして未来に渡るということを教えていただいているわけでございます。ですから、死んだらおしまいと思っている人がいるようですが、決してそうじゃございません。法華経の自量本には、無生寺、こう説かれております。これはこのことは、海道上人は、教えの中で一幕の中で娘が馬場となる云々こうお示しのように姿は変わるが実質は何ら変わらないこういうことをお示しくださっているんですね。この命に因果の道理が働いて次の世そしてまた次の世へと報いが
生じてくるわけでございます。形だけは変わっても心は変わらない、ご信心は変わらないわけでございます。その変わらないご信心を変えるような人生を送るのが私たちなんですね。一幕の中で娘が婆となる、こう解答書がお示しのように中身の問題でございます。ですからそして解答書のようなこのご教科で問題が次のようにお示しになって、人間の役代わりのこと、こういうお題が、問題がございます。人間の役代わりのこと、こうお示しになって、この意味を今話したようなことがこの、一幕の 中での娘が婆となるということが人間の役代わりのこと、この問題につながっているわけでございます。今年は、オリンピックの年で、昨日はパラリンピックの幕を閉じたわけでございます。まあ、オリンピックは大変な、日本にとっては成績を残されて、3番目の成績だったとですね、オリンピックでは。パラリンピックではさ、合計40個のメダルを、40個も、ね、どうでしょうか、ね、一人一人が汗まみれになって練習を重ねて、そして結果の中でも報われるわけでございますよね。どなたでもインタビューを聞いてると楽しみ、練習も楽しいです、試合も楽しいです、その喜びの心がもうね、現れてくる、まあ、素晴らしいその、大会でしたよね。そして、私たちが観戦をしながら見て聞いて感動して、声援も拍手も喝采も送りいただく、どうでしょうか。私たちのご信心をこの姿に変えることができるかな、おのおのが、まあ、一人一人がですね、オリンピックを見てパラリンピックを見てどのように感じたか、人それぞれ違いはあるかと思いますけど、私たち物流ご信者は先ほども言いましたように、人間の役代わりのことと解答書にお示しのように、中身の問題です、形じゃないよと、こう大手なんですね。さて、オリンピックの選手たちは一生懸命、大変な形で演じたわけでございますけど、人間にはもともとどうでしょうか。下は地獄、ガキ、畜生、上は菩薩、仏の世界の心が備わっている私たちでございます。私たちは過去世の罪障を引きずってこの舞台に立たされたわけでございます。自分の欲の心に執着する役は演じやすいんですけど、しかしこれじゃいけないわけでございます。お互いありがたいことに本門の大法にお出会いできたわけでございますから、ご信心をさせていただいているありがたさをさらにさらに感じてですね、日々苦笑信仰に精進させていただなければならないわけでございます。解答書人のご指南を拝見いたしますと、解答書人のご指南には今のことを次のようにお示してくださっております。今の心が畜生ならば未来は畜生疑いもなし、すごいことをするが上手なればガキに役が悪る、愚かにいて物の道理が分からぬ人は畜生に役が悪る、役が変わる、人に法を説いて妙法を保たしむる菩薩がこれを得て物なれば仏になる、かようにお示しくださいとございます。ですからですね、何はさておいても
このすごいことをするが上手なれば鬼に役が悪い、ずる賢い人生ではね鬼に変わるっていうわけでございますから、愚かにいても物の道理が分からぬ人は畜生に役が悪い。そして人に法を説いて、大事なのは人に法を説いて妙法を保たしむる菩薩、これが仏になるんだよとこうお示しくだされておりますご指南でございます。このシャバ世界の舞台が済めばもうおしまいというのじゃございません。このシャバ世界で妙法のお題目を菩薩としてしっかりと心得て功徳を積んでいただくことが大事、また人の幸せを願って人に役に立たさせていただく菩薩のご信心、さらにお勧めることの大事をお教えくださっております本庁のご教科でございます。故にご教科に楽しみや今の心が菩薩ならば未来は仏疑いもなし。本門八品寺現状行初代本願下主の南無妙法蓮華経、南無妙法蓮華経。